星が、岡砂漁とは、東京都千代田区長田町2丁目、当時は、東京市麹島地区及び、大阪府豊中市曽根にあった、北大寺路三人に、ゆかりのある料亭である。明治時代の東京生が、岡砂漁砂漁のあった土地はもともと、日枝神社の、境内に属した、小高い丘にあり、夜には、星がよく見えたことから、星が、丘と呼ばれていた。ところが、 明治維新による江戸から東京への変化の中で、周辺の住民構成が大きく変わり、うじ子が減少した日枝神社は社域を維持することができなくなり、境内の一部を東京府に寄付することとした。東京府は1881年ここに麹町公園を設置して、東京市民の憩いの場として提供することとした。ところが、この地を訪れた三野村利ス岡八郎兵衛、 小野前衛門らは、公園の一部が非常に、風光明媚な場所であるとして、この地に作業を開いて、要人たちの会合の場とすることを、岩倉ともらに定義した。1881年6月14日にみの村奥おは、星ヶ丘作業を設立して、当時としては大金であった1万円の工事費をかけて、作業を建設、翌1884年6月17日に開け、 両式を開いた。当時を代表する茶人であった、松田道貞をここに招聘して、家族や、生還罪の要人に茶道を共授させ、あるいは茶会を開いたり、古式の食事を共するなど、上級階級の社交場としての定裁を整えた。対象に経営不振に陥った後、関東大震災後に当時美食家として知られていた、北王子路三人と便利道の中村武四郎に貸し出された。 高画町の最初の署名を徳川家16代当主で貴族院議長の徳川家里にするなどして資金を集め中村が社長、露山人が顧問となって1925年3月20日に彼らが主催する美食クラブの会員制料亭となったステータスのある料亭として政財界で人気を集めたが露山人の応募さや出費の多さが問題になり 1936年、中村はロサン人を解雇する。1945年には空襲によって消失した。さらに戦後の混乱から、中村の手から離れた車両は転々とした後、東急グループの後藤慶太の所有地となり、1956年に中国料理店、星が岡車両を開業した。後に、これを廃して1963年に新たに、 東京ヒルトンホテルをオープンさせた。なお、同ホテルも平成に入ってからは老朽化が目立ち、2006年に閉館し、取り壊された。現在は土地に東急キャピトルタワーが建設され、タワー内でザキャピトルホテル東急が営業している。星が丘の名は、同ホテル内で営業している中国料理レストランに引き継がれている。大阪製がおかさ岡ょうは、 大阪府豊中市にある、現在の阪急宝塚線、ソネ駅東側のロータリー付近に、大正の初めに建てられた、中都島村の地主であり、日本面下社長などを務め、関西財界に重きをなした仕方勢7の邸宅、集落園を改装して、1935年10月10日に開設された。1945年6月15日に空襲で消失したが、 復興後、昭和40年代半ばまで営業を続けた。ありがとうございます。